皆さんこんにちは、藤原です。今日も仮想通貨ニュースとビットコイン、イーサリアム、リップルのチャート分析をしていきたいと思います。はい、あと告知なんですけども、月末になってますので、メンバーの質疑応答の動画を撮りたいと思います。僕に質問してみたい方はメンバーになってコミュニティ欄のタブから質問してみてください。毎月、質疑応答動画やってます。今日のニュースではですね、ビットコインがね、$38,000まで急騰する可能性があるということで、ビットコイン強気派の方が、解説してました。トレーダーのジェレっていう人ですね。一応ね、その3万ドル以下に下がることを拒否しているということで述べています。レジスタンスを下回るコンソリデーションは強気であるということになりそうだと。3万ドルから3万2000ドルが転換すると全てが一変すると。下落が起こるとは思わないと付け加えております。チャートとしてはですね、結構この3万ドルラインっていうのをレジサポと仮定して、なかなか落ちないよねということで、ここをね、数週間ぐらい維持できたら上に上がる可能性あるよねということで言っておりました。はい、価格が3万2000ドル3万3000ドルを何回かテストする、抜けようと繰り返せば数週間で3万8000ドル以上に急上昇する可能性がある。数週間で急上昇っていうのはよくわかるんですけど、数週間かけて上がるってあんま急上昇って言わないような気がするんですけど、見方としては間違ってないかなと思いますね。僕はとりあえずこの3万2000ドルぐらいのレジサポラインは結構長期的にも効いてるので、そこを上に抜けてきたら4万ドルぐらいまで跳ねることはあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、であとはですね、最近ね、コインベース株も割と急上昇していますということで、チャートが載っておりました。コインベース株が上がってるってことは、ビットコインにとっては当然いいと。そしてその逆もまたしかりだと。コインベースが世界最大の資産管理会社のビットコイン保有者になるというニュースを受けて、現物の ETF が承認される場合、近い将来コインベースがそれらの低水準をテストすることは想像しにくいと。現物 ETF が承認されるってことは、機関投資家からね、ビットコインにお金入ってくるってことなので、コインベースの株も基本的に上げるということなんで、これ以上落ちるってことは考えにくいよってことが言いたいってことでした。最近のね、直近のね、ニュースで言うと、フィデリティもビットコインの現物 ETF を申請しましたってニュースが大きく騒がしてます。今までね、過去にフィデリティがETF 申請したんですけど、過去は却下されているという感じです。で、それに対して、キャシーウッドが率いるアークインベストが、もともとね、そのブラックロックで前に現物 ETF 申請して、キャシーウッドが言うには、我々のそのアークインベストの承認が一番最初になるんじゃないかということで言っておりました。ビットコイン ETF のレースで先行しているのかもしれないということで、複数のアナリストも主張していると。このキャシーウッドのアークとか、あとヨーロッパにある21シェアーズってのがあるんですけども、この会社はですね、4月の時点でビットコイン ETF を申請していたので、ブラックロックよりも先に承認か非承認かっていうのが決まるんだなというふうに思います。その期日がですね、8月の13日までということになってますので、それまでには結果が出てくるんじゃないかなと思います。今年の夏休みシーズンぐらいまでには、いくつかボロボロとね、承認です、これは非承認ですって結果が出てくるので、それは楽しみだなと思います。であとはですね、今ね、いろんなね、機関投資家とか資産管理会社みたいなところが ETF を申請してるんですけども、これらの会社が持ってる資金っていうのが大体27兆ドルぐらいあるということが言っていて、4000兆円とかですね、かなり莫大な金額なんですね。ブラックロック、フィデリティ、JP モルガン、モルガンスタンレー、ゴールドマンサックス、 BNY メロン、インビスコ、バンコブアメリカとかっていうね、名だたるところがあるんですけども、ビットコイン ETF 申請しているところもあれば申請していないところもありますが、これらの、機関投資家などのお金が、ちょっとでも、ビットコインに入ってくるとめちゃくちゃ上げるということで、コインシェアーズの最高責任者の、メルト・デムっていう人が言ってました。メルテム・デミロアーズっていう人ですね。はい、本当にね、伝統金融からのお金が仮想通貨にしっかり入ってくるかどうかっていうのは、今年来年あたりはすごい楽しみですね。であとそんな中ね、グレースケールの、ビットコイン先物投資信託の、グレースケールビットコイントラスト GBTC の価格が、-31.13% まで縮小しましたということです。これは去年の9月以来の水準になりましたと。ただね、歴史を見ると、バブルが崩壊するまでは逆にビットコインより高い金額で推移してたんですね。だからだんだんそこに戻りそうな動きにはなっています。でもちろんね、こういうそのビットコイン関連の投資信託を上げているってことは、仮想通貨とかビットコインに対する期待感があるってことなので、また次のね、バブルとか迎える頃には、この
ディスカウントもなくなっていて、むしろプレミアがね、つくような形になるんじゃないかなと思います。あと、また破綻の話が出てるんですけど、仮想通貨カストディのプライムトラストが、まあ、事実上破綻しました。ネバダ州の、裁判所に対して、関罪人選任の申し立てをしましたということですね。プライムトラストはですね、いろんなアプリとかもやってたところになります。仮想通貨関連の、まあ、サービスをやってて、まあ、仮想通貨の交換とか、そういうのをやってたということなんですけども、まあ、やっぱりね、今ね、相場が悪くなる中で、特にアルトコインとかをね、たくさんその資金として持っちゃうようなところは、まあ、かなりね、財政が悪くなっているので、今後ももう少しね、破綻みたいなニュースが続くのかもしれないですね。はい。あとね、ビットコインドミナンスは引き続き 50% を維持しておりますということで、DMM ビットコインの方に上がってました。はい。今回その3万ドル超えたあたりと、ビットコインがドミナンス 50% 超えたのも、まあ、大体相関して上がってきたような形になるんですけど、ドミナンスが高いからビットコインめちゃくちゃ上がるっていうわけでは必ずしもないんですよね。ビットコインが史上最高値を更新したときは、むしろドミナンス 40% ぐらいで、まあ、アルトコインが 60% ぐらいだったんですね。だから、まあ、ドミナンスが上がってるってことは、まあ、アルトコインへの期待感が少ないっていうことも意味しているので、まあ、逆に言うと、仮想通貨全体は盛り上がってないと。とりあえず、まあ、ビットコインしとこうっていう動きが、まあ、あるっていう状態なんで、まあ、とりあえず今ね、現物で投資するなら、まあ、ビットコインがやっぱり強いのかなっていうのがあります。ね、ジャック・ドーシーがですね、アップルのティム・クック CEO に対してツイッター上で、なぜアップルペイはビットコインに対応しないのかってことで訴えておりましたということですね。これはなんか分散型 SNS アプリのダムスに対するアップル社の対応がなんかいまいちだってことで、まあ、反応しているってことなんですけど、ジャック・ドーシーはそのツイッターの CEO をやってる頃から、まあ、仮想通貨にめちゃくちゃ興味津々だったんですけど、まあ、アップルのティム・クックはそうでもないので、なかなかね、そのアップルとか、まあ、iPhone とかが、まあ、仮想通貨に対応するっていうのは遅いんじゃないかなと思いますね。あとね、楽天ウォレットの最近のまとめでいきますと、まあ、フィデリティの ETF 申請したっていうあたりで上げてきたんですけども、まあ、その後ね、アメリカの住宅関連の住宅事情消費者信頼指数みたいなのが、思ったより良くて、それでまあドルが上げてビットコイン下げるみたいな場面がありましたので、まあ、結果的にはまあ全体的に横横してるっていう状態で終わっております。じゃあ今日もビットコイン、イーサリアム、リップルのチャート分析をしていきたいと思います。3万200ドルぐらいを推移してますね。高値圏でまあ1週間ぐらい揉み合ってます。でも結局3万ドルはまあなかなか割らせないということで、まあ、結構硬そうに見えますね。ただ割ってきた場合はまあ移動平均線のある3万8000ドルぐらいまで落ちる可能性があると思うので、まあ、そこまで落ちたらちょっとねロング入りたいかなと思います。押し目チャンスですね。まあ、ちょうど2万5000ドルから3万1000ドルまで上げた幅の半値戻しぐらいになったので、まあ、綺麗なチャートになりやすいかなと思います。ジグザグでしたね。そこまで落ちたら僕もロング入ろうかなと思います。ここちょっと高値圏でロング入るのはちょっとね微妙かなっていうふうには思ってます。でもこのまま上げてきても全然おかしくない、状態だとは思っています。はい。とりあえずいろいろ経済指標とか、まあ仮想通貨関連のファンダとかが次第で、まあ、どうにでも動きそうだなっていう感じでは思ってますが、3万ドルがなかなか割らせないってことは、まあ続伸はねどっかであるんじゃないかなと思ってます。はい。じゃあ、イーサリアムです。イーサリアム1850なんですけど、まあ、こっちもね、1週間ぐらい横横してます。で、100日移動平均線に、まあ、サポートされる形になっています。で、その下も50日移動平均線すぐに控えているので、まあ、なかなか落ちにくいところにいるのかなっていうふうに思います。まあ、だから、今、押し目なのか、まあ、50日移動平均線まで落としたところが押し目なのか、1820ドルね。わかんないんだけど、まあ、いずれにしてもビットコインの方が上昇率は高そうなので、まあ、ロングで取りたいっていう人は、ビットコインの押し目待つのがいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次リップルです。リップル 0.474 まで下げてるんですけど、見ての通り50日同平均線と100日同平均線を完全に割ってきているので、今からズル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 落ちやすいと思うんですね。でリップルお得意のめちゃくちゃ上げたんだけど数ヶ月後に全戻しするっていうチャートになりやすいと思うので、このダブルトップのネックラインの 0.41 ドルぐらいまでは落ちやすいかなと思います。リップルについてはどっちかというとショートしたような場面かなと思います。はい。そしてキャンペーンの方は、バイビットが6月30日まで限定で、初回登録と100ドル以上の入金で、出金もできる20ドルもらえるね、サービスやってます。あと、もともとあるね、最大3万ドルあるキャンペーンも同時に申請できますので、この機会にバイビット登録してみてください。OKX も使えなくなったし、バイナンスも使えなくなったので、まあ、バイビットが一番いいんじゃないかなと思います。そして、チャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして、Twitter、Instagram、TikTok のフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。
仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。